ダービーシルク・ミルは、イングランドのダービーにある、産業と歴史に関する、博物館。かつては、ダービー産業博物館と呼ばれた。この博物館が入るロームズ・ミルは、歴史的に重要なかつての製紙工場であり、世界遺産、ダーウェンと峡国の工場群の南端に位置する。1717 17年から1721年に、かけて、ジョージ・ソロ・コールドは、 ローム兄弟の依頼を受け、イギリスでの初の工場をダーウェント側のほとりに建設した。この工場は、剣士を束ね、寄り合わせて、年始にする機械を設置するため建てられた。ジョン・ロームは、イタリアに滞在して、静止工場で働く間、大量の絹糸をよる機械の設計を移し取った。これは、産業スパイの最初の事例かもしれない。 従来のイギリスでは紬女たちが家の糸車を使って少量の絹糸を生産していたがこの新しい大型機械ははるかに大量の絹糸を生産できイタリアにとって深刻な競合相手となるものだったとはいえこの機械を動かすには大型の建物と大量の動力が必要だった新しいロームズミルの性癖に惹かれた 水車用導水路が回す水車は、これら大型機械の動力源となった。ジョン・ロームは1722年に不審死した。これは、商業上の秘密を盗んだことの報復として、イタリアの殺し屋が毒を持ったのだと信じられている。彼の異母兄弟である、トーマス・ローム今日は1739年6月2日に、没死、その遺産は、未亡人と二人の娘に渡った。 デーム・エリザベスは1739年にロームズ・ミルの賃貸広告を出し、リーズのリチャード・ウィルソン・ジュニアが2800ポンドで64、年間の賃借契約を結んだ。リチャード・ウィルソンはリーズに泊まり、工場の運営は共同事業者のウィリアム・ロイドとサミュエル・ロイド及び、雇われ経営者のトーマス・ベネットに任せ、自らは収益の配分を手に入れた。 ウィリアム・ウィルソンによる工場の記録が1739年から1753年の間の何時かは不明だが残っている。これらの面識はこの工場の最も革新的な部分だった。水力という単一の動力源を用いたこと、当時としては多人数の労働者を組織的に用いたことと合わせ、キから上質な絹糸を生産するこの工程全体は イギリスにおいて初めて工場システムが成功理に運用された例と言われている。カシドラルグリーンから見た博物館入り口とトーロームズミルはダービーの観光名所の一つとなり1777年9月にはジェームズ・ボズウェルがここを見学している。工場の様子に誰もが感心したというわけではなかった。トリントンはく臭く想像し 1835年には、フレデリック・フェアホルトが貧しい子供たちの不健康な、なりにショックを受けている。外国の旅行者の中にも、道中ここへ立ち寄る者がいた。ウィリアム・ハットンは、元は、ここの労働者であり、後に、その長時間労働、低賃金、暴力を改装している。創業が止まるのは、干ばつ、極端な構想。 原材料の供給が滞った時のみだったが、1748年8月には、選挙と、ダービーレースで非公式な休日が設けられた。ウィルソンとロイドの共同事業は中互いと訴訟の末、1753年に終わった。建物と機械はロイドが占有した。1765年、トーマス・ベネットはこの物件をロイドから買い取った。これには物件を、 ウィルソン系、抵当に入れるという条件がついていたが、キムの取引が衰え、ダービーとチェシャーの他工場とも競合し、何年も放置された状態が続いた。レイメクスウィフトは1780年に転職人となり、年あたり賃借料として、会社へ7ポンド、トーマス・ウィルソンに170ポンドを支払った。彼は、川の席を補修するか否かで1781年に、 会社と争ったものの、契約期限の1803年まで賃借を続けた。会社は1803年に60年間の賃貸を広告した。この広告には、糸のよりに未だ、イタリア式が使われているとあった。1833年11月、ダービーの産業界に不穏な空気が広がり始め、これが、翌1834年2月の、 全国労働組合結成につながった。これは、トルパドルの準教者に数ヶ月先立つものである。ロームズミルは、この労働葬儀の中心にはなっていなかったが、この時の沈釈者だったテイラーは、組合員の労働者を雇わないことに決めた経営者の一人だった。1834年4月中旬に、テイラーが記したところでは、彼の機械設備のうちに、3が稼働中であり、 以前雇用していた労働者のうち多くが再雇用を求めていた。ダービー・マーキュリー神によると、かつての組合員の中にはダービーでどうやっても新しい職が見つからない者も,もいた。この出来事は、毎年メーデー前の週末に、ダービー労働組合評議会が取り行うデモ行進で記念されている。 1910年の火災前、おそらく1900年代初めのダービーシルクミル。テーラー家は1865年までロームズミルを占有したが、破産によって機械設備と賃借券の売却を強いられることになった。その年には、かなりの数の製紙工場がダービーマーキュリー紙に売却の広告を出しており、社会的な不況がこの業界を直撃しているのは、 明らかだった。この4年後、フランスとの間で結ばれたコブデン協定が、事実上イギリスの製紙業に止めを刺したと言われている。1910年の火災を描いたアルフレッド・キーンの水彩画。1908年頃、製薬会社の FW ・ハンプシャーカンパニーが生え、ドリカミと赤土名薬を製造するため建物へ移ってきたことにより、 ロームズミルと静止の長きにわたる関係は終わった。1910年12月5日の午前5時、近隣にあったソウターブラザースの小麦粉工場で火災が発生し、ほどなくしてロームズミルは炎に飲み込まれた。東側の壁は川の中へ放落し、内部は全焼してしまった。地元消防隊とミッドランド鉄道の尽力によって、塔の外観と、 元々の5階建ての屋内に通じる出入り口の外形は保たれた。これらは階段室の塔として現在も残っている。建物は以前と同じ高さで再建されたが5階でなく3階建てであり、今もそのようになっている。1920年代に建物の所有権は電力公社に移った。彼らは建物の一部を商店、作業場、 食堂として使った。道路からは発電所の影となり、その発電所が1970年に取り壊されるまで、ロームズミルの存在は、世間から、ほとんど忘れ去られた。その後、この建物はダービーが長らく待ち望んでいた、産業博物館として1974年11月29日に、開館した。このシルクミル博物館及び市内の多博物館の、 再開発用基金を解散させるため、ダービー市議会は2011年4月3日にこの博物館を閉鎖した。地域の戦略担当者が出した報告によると、これによってフルタイムの雇用が8.6失われるものの年間19万7000ポンドが捻出され、ルネッサンス計画基金の損失を埋め合わせることができるだろうとのことである。報告書に、 博物館再開の記述は記されていないが、期間として2年間とある。ありがとうございます。